地方エンゼルスの投手陣、ガチで行く。大谷しか生き残ってない模様。去年より早くね。規定乗った先発投手が大谷以外みんな消えたってこと？デトマーズが期待外れやな。今年のサンドバルどうなんやろね。今年の中継ぎは結構頑張ってるんよな。先発が崩れて僅差で負ける試合多すぎる。ローテ回せ分はギリギリ揃ってるからええやろ。5回持たないだけや。先発大谷、中継翔平、抑え翔井、これでいけ。去年より早いな確信。去年だてえやからな化けの皮剥がれただけや。デトマーズもスアレスもアンダーソンも。デトマーズまではちょっと持ち直せばいけるやろ。アンダーソンは大丈夫と思うけどサンドバルがヤバそうやな。だから投手陣取っとけって言ったのに。大谷サンドバルは安定するだろうがデトマーズはエンゼルス生え抜きだしな。デイトーマーズに投球術教えてやれよ。絶対移籍した方がええよね大谷さん。レンドンがちょっとだけ復活してるからセーフ。大谷、お前もうエンゼルス出ろ。